はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベカです。本日作っていくパンはジャムパンです。これもリクエストをいただいてて、ジャムパンのジャムがうまく包めませんとか、包めても焼いてる最中に溢れ出ちゃいますっていうようなね、悩みがあったんですよ。なので今回はそのジャムパンをなるべく簡単に包み込みやすくて溢れ出ないような方法で作っていこうと思います。それでは本編始まります。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは本日の配合はこんな感じになってます。で、今回の生地のポイントは薄力粉をねブレンドして少し軽い食感を出していくっていうところと、仕込み水には牛乳と卵を使ってね、甘いものと相性のいい生地に仕立てていきます。それでは生地を作っていきます。はい、それでは強力粉ね測っていきます。今回は春豊かっていう品種の小麦使ってます。別にこの強力粉はね何でもいいです。そしてこの中にね薄力粉ブレンドしていきます。あとはお砂糖をパッと入れて、インスタントドライスですね、パンを発酵させる菌です。そしてお塩、あとは牛乳ですね、牛乳入れて、そして卵を使います。この配合の生地美味しいんですよ。私この配合の生地大好きです。そしたらひとまとまりになるまで混ぜていきます。牛乳と卵は生地をねさっくりさせる効果があるんですね。がとっても歯切れが良くて、どこかお菓子を思わせるような食感の生地に仕上がります。では生地台に出してこちらをこねていきます。こねるときは生地ね折りたたんでぐっと力込めて遠くまで伸ばす、戻す、これを繰り返していきます。で、特に今回の配合は薄力粉が入っているので少しねベタベタしやすいです。手にいっぱいくっつきます。でも薄力粉が入ると口当たりがね軽やかな食感に仕上がるので、やっぱりねベタベタだけど頑張って我慢してこねましょう。ここは最初のうちはこう生地同士ね集めてすり合わせるようなイメージでゴシゴシしていきます。で、こう擦っていくうちに重たくなってきたなって思ったらカードを使ってね生地を集めていきましょう。集めたらまたこねます。ではこのねこねて集めてを繰り返してだいたい5回ぐらい、時間にしたら10分ぐらいこねていくとこういう風にね台にくっつきにくくなってきます、生地が。で、こういうベタつく生地の扱い方のポイントはカードを上手に使うことですね。手で触るとベタベタくっついてきてしまうので、カードで集めてなるべく手で触らずにカードでまとめる。そうすると結構楽につるんとまとめられます。こういう柔らかい生地の扱い方、こね方の2パターン目、叩いてこねます。生地を軽くね持ち上げてトンと叩きます。で、半分にクッと折ります。また持ち上げて叩いて折る、叩いて折る。これを繰り返していくと余分な水分が飛んでねまとまりやすくなります。最初はねこんなリズミカルに早くできなくていいです。やっていくうちにねなんとなくコツがつかめてくるので。はい、だいたい150回ぐらい叩きました。生地の状態はというとこんな感じ。つるっとね滑らかで、ところどころね空気が入ってるのが分かります。これだいぶね生地良くなってきました。ここまで来たらバターを入れていきます。それではバターを投入。で、生地の中で溶かしていきます。生地に吸わせるイメージですね、こね方としては。バターが入るととっても風味が良くなりますし、あとはね生地も伸びやすくなります。ジャムパンとかクリームパンって具材を包み込むので生地のね伸びやすさってとっても大事です。
で最初の3分ぐらいはねバターがなかなかなじまなくてボソボソした感じになるんですけども、繰り返していくと馴染んでね一体感出てくるので、そこまでこねていきましょう。でもこういう手間のかかる生地がまとまってくれるのがね、なんか快感ですね。楽しいです。ではバターの油っぽさも消えてきたところなので、じゃあちょっとここでね角でまとめてみましょう。今こね始めから15分ぐらいですね。はい、今の生地の状態はというと、押した時弾力あります、ね、ほぼ修復ですよね。そして生地はこねればこねるほどつながりができてね、膜を作るのでこう伸ばすとその膜がチェックできます。うん、いい感じ。この膜が薄くて指の反対側の色が見れば OK です。この膜の中にねイーストの発生させたガスが閉じこもってぷくっと膨らんだりね、もちっとした食感につながります。うん、いい生地。ではね、丸め直せたらボウルの中に戻して、乾燥しないようにラップして温かいところで大きさが2倍ぐらいになるまでね置いておきましょう。一次発酵です。それでは行ってきます。はい、それでは生地の一次発酵が終わりました。きちんとボリュームが出てますね。では発酵状態チェックしていきますね。粉のついた指でプスッと刺してスッと抜きます。この穴がね塞がりきらなければ発酵良好、良さそうですね。全体ガス抜きします。ふっくら、すごい。そしたら台に出して、本日はこちらをね6個に分割していきます。で6個に分割ですね。そしたらね丸め直していきます。ちょっと生地ベタつきやすいので、その都度ね粉使ってまとめていきましょう。切った断面を内側にね寄せるようにして丸めていきます。最後つまみ目閉じて OK。 はい、これで全部丸め終わりました。ではこの後ね休ませておきます。10分間ぐらい、これベンチタイムって言って休憩させると生地がね伸びやすくなって成形しやすくなるんですね。ではねジャムは何でもいいんですけども、今回は大畑さんのいちごジャムをね使っていこうと思います。でジャムパンに使うジャムは水分が多ければ多いほど包みにくいですし噴火しやすいんですね。なのでちょっと一手間加えます。こちらのジャムの中にコーンスターチですね、これ入れます。混ぜます。はい、では混ざったらこちらはふんわりとラップして電子レンジで加熱します。行ってきます。はい、それでは電子レンジの加熱が終わりました。うん、火が入ってくるとこういう風にね塊ができてきます。コーンスターチは水分を入れて加熱するとねソース状にとろみがつくっていう性質があります。こんな感じ。これまた軽く混ぜて質感を均一にしたら、もう一回だけ1分間電子レンジでチンしてきます。でもちろんこれ最初のジャムの温度とかによってもとろみのつき加減が違うので、様子を見ながらね加熱は調節してください。ではもう一回電子レンジいってきます。はい、最終形態こんな感じです。ちょっと白っぽかったのが全体ね透明感が出てきます。うん、いい感じ、トロトロしてますよね。そしたらこちらをね薄く広げてラップピッチリ当てて保冷剤を置いて急冷しときましょう。これが冷えるとねまた硬さが出てきて包みやすくなります。はい、それではね成形をしていこうと思います。もしテイクつくだったらね打ち粉を使ってくださいね。そしたら下になってた部分上にして軽く潰します。そして端っこちょっと薄めにして中心ちょっと山高にします。
ここにしっかり冷やしたジャムですね、こちらを乗っけます。包み方は上と下剥がしてこの対角線でね、生地ビヨーンって伸ばしてくっつけます。こんな感じ。こっちも剥がしてビヨーンと伸ばして中心で集合。こんな感じですね。そしたら斜めも集合。そしてここで肉まん作るみたいにキュッと中心でまとめて、このつまんだとこ下にして天板にね並べます。これで成形完了。はい、じゃあ2個目、これも同じですね。閉じ目上にしてガスを抜いて、抜いたら端っこを薄め中心高めに伸ばします。このくらい伸びたらジャム乗せます。そして上下剥がして中心へ、右左合わせて中心へ、斜めで中心へ、そして肉まんですね、最後は。はい、こんな感じ。しっかり包めてますね。では並べていきます。はい、それでは全ての成形が終わりました。こんな感じです。そしたらパンね、乾燥しないように濡れ布巾からラップかけておいて、こちらを二次発酵させていきます。では行ってきます。はい、それでは二次発酵が終わった生地ですね。きちんとボリュームが出てます。大きさはだいたいね2倍ぐらいになれば OK ですね。そしたら最後にこちらは生地を作る時にね使った卵が余ってると思うので、これを表面に塗っていきます。まあ、捨てちゃうのももったいないからっていうのもあるんですけれども、塗っておくとね焼き色が結構綺麗につくようになるんですね。光沢が出ます。やっぱりパン生地はねテカテカしてた方がなんか可愛いなって思いますね。で、特に二次発酵のあった生地はなるべくね潰さないようにしましょう。二次発酵っていうのはたくさん空気をイーストに出してもらって、その空気をもとにブワッと膨らませていくものなので、空気がね抜けちゃったら二次発酵の意味がほとんどなくなっちゃいます。うん、いいね。それではこちらを焼いていきます。いってきます。それでは焼いていきます。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。スタート。はい、それで焼き上がりました。うん、いい感じ。はい、それでは焼き上がりのパン、こんな感じです。で、今回焼き時間は大体10分ぐらい、本当に火が通ったギリギリのところでストップさせてます。そっちの方がね、柔らかさとしっとり感があるんですね。では少しね、粗熱を取っていきます。はい、それでは今回はジャムパンを作ってみました。もう全く破裂してなくて、もう飛び出る気配すらないですね。いい感じ。それでは早速味見をしてみたいと思います。で、今回のポイントはこのジャムにねコーンスターチを入れてソース状にしていくっていうところがポイントなので、ちょっととろっとしてて、このとろっと加減もね美味しそうに見えますよね。ではいただきます。うん、生地がふわふわで柔らかい。で、今回の生地は卵も牛乳もしっかり使っているので、結構生地自体も風味豊かなんですけれども、それとこのいちごのねジャムの甘さが相まってとってもバランスがいいですね。美味しいです。で、今回はよりふわふわに柔らかく仕上げたかったので、焼き温度も少し低めで焼き時間もちょっと短めで焼いたんですね。やっぱり読み通りとっても美味しいジャムパンに仕上げられました。今回はね、中にジャムを入れたんですけれども、まあ、もちろんこれが、まあ、ピーナッツクリームでもいいし、チョコレートクリームでもいいし、まあ、カスタードクリームでクリームパンにしてもいい、ね、スイーツ系万能な生地なので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。この完全感覚ベーカーのチャンネルではパンのレシピとかパンのコツをお伝えしてますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。